すべての始まりはあのキャンプだった。一体のエビエビ星人が地球に迷い込んでいたのだ。都会の厳しさを知ったエビエビ星人、早く故郷に帰りたい。なんて美しい星なんだ。ここに仲間を呼ぼう。エビエビ星人ども、京都観光している場合ではない。この地球を侵略するのだ。そうすればエビエビ星を解放してやろう。エビエビ星はタラコ親父に支配されているのだ。エビエビ星人は何を企んでいるんだ。ちょっとあなた、おトイレはどこかしら。こちらでございます。なんなのよ、 A と B ってどっちがどっちなのよ。そもそもジョージはどっちに入ればいいのよ。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。おかしいぞ、 A と B しか打てない。速報です。エビエビ星人の影響で世界が A と B だけになってしまった模様です。ジョー、大変だ。この世界が A と B だけになっちゃったみたいなんだ。なんだって。エビエビ星人の仕業らしいよ。わかった、エビエビ星人に話をつけてくと。エビエビ星人の皆さん、この世界は自由なんだ。 A と B しかない世界なんて間違っている。 A、B。地球を侵略していたのはタラコ親父の命令だったとエビエビ星人は訴えた。それならタラコ親父に俺の話をつける。呼んだか。エビ、お前がタラコ親父か。エビエビ星人を解放しろ。ふん、笑わせるな。この地球も俺様のものだ。だーそんなことは許さない。くらえ、タラコ微粒子。タラコ、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 タラコ。エビエビ星人ども、こいつをやっつけろ。この世界は自由なんだ。なんだお前ら。やめろ。くれ。じゃあ起きて。寝坊しちゃうぞ。寝坊しちゃうよ。じゃあ起きて。夢か。怖い夢見ちゃったな。キャンプに行くよ。キャンプに行っちゃうよ。キャンプ。今日のキャンプ飯は美味しいエビパスタだからね。やったー、やったー。見てくれてありがとう。チャンネル
エビ星人。